はい、アキラ K です。おっさんぼっちキャンプ、またしても田代運動公園に来てしまいました。神奈川県のね、某所にあるんですけど、去年もここ去年の秋にキャンプして、詳しい紹介をしてますんで、興味ある方はそちらをご覧ください。360度動画で、解説しております。概要欄にリンクを貼っておきませんのですいません。ちょっとさ、11月ぐらいだったかな、あれ、もうそんな、おっさんの記憶力とはその程度です。実はね、先週行きたかった、先週の水木で行きたかったんですけど、天気悪くてね、先週だったらね、新月だったんですよ。で、今週残念ながらね、月出ちゃってるんですね。月がね、12時近くならないと沈まないんで、まあ、ぼっちキャンプで星の撮影をね、したかったんですけど、まあね、月がこうこうと出ててね、もうなえないですよ。なえないなおかげでね、ピントが、まあ、もっともね、だって花粉症でね、もう目がちょっとね、視界が、ピシッとしないんでね、特に目でやられてるんですよ、花粉症で。で、まあ、何を言おうとしてるんだって、まあ、そんな感じで、行ってきました。ロードスターに、まあこんな感じで、積んで、行くわけですけど、まあ田代運動公園って、運動公園っていうくらいなんでね、奥に野球場とかあるんで、前回はね、ナイターに悩まされたんですけど、今回はナイターやってなかったんで、その辺はね、良かったです。で、例によって20倍速で、組み立てていきますけど、この日ね、風10メーターぐらい吹く予報だったんだけど、予報がね、西風だったんで、ここ、西側に山があるから、まあ山陰に入って大丈夫なんじゃないかなと思って、来てみたんですけど、まあ、4、5メーターかなは吹いてたんだけど、まあ、なんとか立てられました。で、夜遅くなると風止む予報だったんで、来たんですけど、まあずっと吹き続けるんだったらね、まあ中止したところなんですけど、まあまあ、夜、バッタンバッタンしてますけど、まあこの後出てきますけど、まあ大丈夫でしたね。朝、まあ風止んでましたしね。はい、完成。で、今回、寒いんでね。で、朝はね、2度ぐらいまで下がると。氷点下にはならないんだけど、2度ぐらいまで下がるって予報だったんで、まあまあ夜も寒いだろうってことで、なんていうの、かまどを持ってきました。薪ストーブというか、かまどとして売られてるもんです。薪ストーブとして売ってるもんではないんですけど、まあこんな感じで組み立てて、で、今回はね、こんな感じです。煙突をね、いろいろもっと高くしたりとか、まあ、中がこんな様子になってます。いろいろ工夫することもあるんですけど、今回はまあ、一人だしね、素でこう、ポンと立てて、ポンと置いただけです。で、まあ、夜は、しまうつもりだったし。で、喉ごもね、な、どういうわけか、こうね、暑くてね、もう17度ぐらいあったんだよね。もう、早々にね、安いやつを飲んでますけど。で、まあ、薪に火を、まあ、入れて、5時過ぎだったかな、ちょっと、日が陰ってきてから、まあ、薪ストーブ状態にして、まあ、これで暖を取りながら、で、もうビールあれ、一缶しか持ってきてないんで、まあ、焼酎のお湯割りで、あれね、ローソンで買ってきたね、あんなのとかね、こんなのとかね、まあ、おっさんね、そんなにね、もうね、食えない。一人だしね、もうちょこちょこっとしたものをつまめばもう十分なんで。で、これ前回できなかった。プロジェクターで、映画を見ると。時間潰しですけどね、まあ。鍋焼きうどんなんかね、作りつつ。で、まあ、今回はあれで、受信しました。丸っこいやつね。で、双眼鏡をね、持ってたの欲しい。で、8の50かな、これ。やっぱりね、7の50の方が見やすいですね。で、ところが、これね、ピント合ってないんだよね。どうもね、いかんですね。しかもね、これ、レンズにヒーターつけてたんだけど、ヒーターの位置が悪くて、ボディが温まっちゃったみたいで、レンズだけじゃなくて、ボディもね。で、これ止まっちゃったんだよね。で、止まっちゃったんで、まあこれやり直してんだけど、途中からね。まあ月明るくてね、まあ、しょうがないな。でも、まあ、星雲といえば、オリオン座のね、ところの星雲、まあ、これなんだけど、もうこれ、もう月が邪魔でね、もう月沈むときにはこれも沈んじゃうんでね。で、これ、まあ、ストーブと、もう寝るべで。それでもね、12時過ぎまでね、なんだかんだ撮ってましたけどね、まあ、成果上がらずでした。で、ヒーターで、
なんだっけ、電気式毛布持ってったんだけど、中でやってたらね、もう4時前にはね、止まっちゃいましたね。まあ、あれでプロジェクターで映画見てたっていうのもあるんですけど、これも朝の様子です。朝、煙突をね、夜外して、あえて中に入れちゃって、で、まあ、また夜、朝、煙突をつけて、火起こして、で、ガリガリやって、フレンチプレス。で、バイオライトのあれだけ持ってってね、お湯沸かして。で、まあ、朝はね、いつもピザじゃないと気が済まないっていうかね。まあ、ただし、今回は市販のこんなんです。で、250度であれって書いてあるんだけど、正直ね、このピザのね、薄いやつ、尾上製作所だっけ、これ。200度ぐらいがせいぜいです。この薪ストーブ状態で、やるとね。でもこんなんでね、十分、10分はやってないかな。まあ、200度ぐらいで、やっていい具合でしたよ。ね、朝といえば、ピザ。まあ、普段は、まあ、過去の私の動画を見ていただければわかるんですけど、作るんですけどね、生地の上に具材を置いてって。今回はあんなでサボりました。で、また例によって撤収20倍速と。ね、まあ、撤収って言ったって、ドームだけだけどね、他のものはもう撤収終わっててね。で、撤収中にね、嫌なものを見つけてしまったわけですよ。まあ、一応どういうものかというのを見せようかなと思って。これね、ファイバーポールな、グラスファイバーのポールなんですけど、こう、破損してますね。白い筋が見えてますけど。やられてしまいました。まあまあ、修理だな。はい、そんなとこですかね。まあ、内容がないような感じの、お 推しを見に行ったはずが、今、一つだったと。まあ、先週はね、新月でよかったんですよ。で、1週間伸びた結果、こうなったって感じですね。で、ボンネットにトリュフついてるし。はい、以上、田代運動公園でぼっちキャンプでした。あきらけいでした。